にちは、エディです。どうも、エディです。横浜、関内やってまいりました。で、関内の、野球場がある側の出口に新しいお店ができたんですよ。まあ、タイ料理もあるんですけれども、一味違ったお料理の素晴らしさを今日食べにやってまいりました。お店がね、シンガポールのこのなんかいい雰囲気のってオーナーさんおっしゃるんですけども、エンディ的にはですね、なんだろうな、まあ一つは香港のロイヤン街っていう女の人の街っていうところに、まあ以前よく泊まったことがあるホテルのような雰囲気、まあ、バンコクでも川沿いの方にね、よくこういう古い味のある建物が残ってるんですけども、そういうような味のあるね、こう南吉高さんの曲がこう流れてこう来るようなね、いいんですよ。ちょっとじゃあ入ってみましょうか。どうぞ、こちらです。いい雰囲気ですよ。このね、壁の色とかね、このベージュというかね、こういい味を出してますよ。ね、こう塗りもね、はい。ということで食べてみましょう。まずね、ちょっとお見せしますよ。すごいんですよ。この大きなお皿で、器でね、これですよ。まずこれはね。ドリンクなんでしょうね。ちょっとあれ、もしかして、あ、スイカですよ。おいしい。うわー、これはもうね、あー、おいしいです。うん、あー、もうね、横浜の風に吹かれながらね、あー、いいですよ、スイカ。うん、それでは食べてみましょうか。これはね、ちょっとなかなかね、ソンジョソコラのところにはね、ないメニューですよ。ちょっと乗っけながらいきましょうか。うわ、まずですね、パッと、まあ、野菜があり、これなんだろうな、なかなかね、普段お目にかかれ、あ、香りがすごいね。普段お目にかかれないようなね、ものがいっぱいあるんですよ。これは間違いなく人参ですよね、こっちはね。これがね、キヌアですね、キヌア。カレーのね、ような香りです。グリーンカレーなんですよ。で、これをかき混ぜてね、食べるのがいいって言ったんですよね。で、かき混ぜます。ね、かき混ぜますよ。まずこのご飯とグリーンカレーとキヌアをちょっとどかして、ちょっとこれをね、で、この状況でこれをかけるんですって。これです。でね、うわーっと、うわーっと。で、これね、ね、うわ、いい香り。あー、こうですよね。どうですか、これ。うわ、卵もいい感じですよ。で、多分これレモンも絞るといいと思いますね。ピュッピュッピュッと、はい。で、これがですね、さっき後ろの席の人も食べていたんですけども、完食してましたよ。はい、ちょっとじゃあそろそろいいですかね、これ食べてみましょうか。いただきます。で、この辺からやります。あ、うん、あれ、うん、味
付けが、なんかね、なんだろうね、甘いような、これ食べたことない味だな、これ。うん。時々卵の甘さがあって、これすみません、今日食レポに多分ならないな。ライスサラダだから、この中に入れるんですよ、ご飯を。ポンと、ほら。だからライスサラダって言うんですよね、これね。はい。道理で、ちょっとなんか違うなって気がしたんですけど。ほら。ライスサラダか。あ、これはいいね。うん、おいしい。これはおいしい。うんうん、いや、これね、ご飯のとこにあるごまがおいしいな。うん、うまい。うん、いや、これはね、おすすめ。うん、これナッツも入ってるんですよ。うん、うん、これは美味しい。だからやっぱりさっき後ろにいた男女のカップルの方、完食するわけですよ。最初ね、この量を見て食べられるかなと思ったんですよ。量多すぎるから食べれちゃいますね。うん、限定10食なんですよ。うん、手間かかりますからね。うん、そしてグリーンカレーもね、ナスね、とても柔らかくて、あのココナッツミルク染みてます。うん、なんかね、ヘルシーさがもうこの料理にもこのお店の中にもね漂ってるんですよ。これね、お肉を使ってないんですよ。道理でヘルシーなわけだ。お肉全く使ってないですよ。グルテンフリーの料理ね、ライスサラダ、センターにはタイの香り米ね、あとグリーンカレー、キヌアですよ。うん、異色同源の極みだそうです。なるほどね、お肉を使ってないんですよ。まあね、この果たしてこれからね、これがね、主流になってくるようなことを言われてますけども、さあ、このエンディタイランドのチャンネル見てる方、いかがでしょうか。このグルテンフリー、肉を使わないライスサラダ、うん、これなんだろうな、だんだんと味がね、このタレ染みてきて美味しいんですよ。甘だれね。うん、うわー。で、このナッツが時々ね、カリカリってくるのがまた歯ごたえがいいんですよね。うん、油断してるともうほとんどなくなっちゃったんですよ。やばい。ほら、やっぱりね、もう何度も言いますけど、後ろのね、男女のカップルが完食しちゃうわけですよ。このね、ほら、美味しそうでしょ、この卵のところ、味がしみしみになってるところですよ。限定10食なんでね、予約入れた方がいいのかな。どうだろう、これ予約って大丈夫ですか。電話で言ってください。もうね、素敵な店主の方がね、いるんですよ。出たくないって言うんで、
出た方がねいいと思うんですけどね、美しいんですよ本当ね。はい、ということで、はい、今日は、横浜関内、ね、アジアンパワーさんやってまいりました。これはねもうおすすめ、このライス、何でしたっけ、はい、ライスサラダおすすめです。固まってんですか。あ、本当だ。あらま、すごいです。味は甘いんですか。酸っぱい、酸っぱ辛いの、大丈夫かな。そうそう、台湾の朝食こぼせないように気をつけて。わかりました。酸っぱくて熱くて、はい、あ、美味しそうですね。こぼせないように注意しようと。体に最高、体に最高ですって。あ、本当だ、酸っぱい匂いがする。酸っぱいのもダメなんですよ実は。大丈夫かな。あー、シャコシャコしてて、なんだろう、甘、あ、あ、あ、これはね、あ、なんかお寿司食べてる感じ、なんかかんぴょう、なんだろうこれ、かんぴょうじゃないね、なんだろうな、お寿司屋さんにちょっと行ってなんか食べてる感じだな。すいません、こんな食レポでなんだろう、そうですよ、もう台湾もあるし、タイもあるし、よし、元気出た、パワー出ました、アジアンパワーで。あの、元気がちょっとない人はぜひアジアンパワーに来て、あのね、キヌアとかね、あの、これ名前なんですか、読めよと。シャントージャン、シェントージャン、シェントージャンですよ、シェントージャン。あの、もうローリングストーンズが流れてね、いい感じですよお店の中はね。あの、ぜひロックファン、あの、ローリングストーンズが好きな方はね、あの、話が合うと思うんで、ぜひ